里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。はい、私からいきましょう。はい。はい、ですね、まあ、これ里崎さんもね経験があると思うんですよ。はい、乱闘。乱闘ね。乱闘。結構ありますよ。ありますよね。はい、これなんかこう本人としてはどう思ってるんだろうっていう、なんていうんですかね。まあ、個人的に僕の場合は、はい、舐められたら終わりやと思ってるんで、はい、ガンガンいきますよね。結構選手によってはあれじゃないですか、わーわーわーってここにすごい逃げる人と、もう立ち向かっていく人と分かれるんで、立ち向かう方ですね。そうですね、はい。まあでも最近やっぱり乱闘少ないですよね。そうですね。年に本当に数回あるかないかって感じですね。しかも、はい、しても中途半端な、はい、中途半端な感じで、はい、昔みたいなオラオラオラっていうのがないですよね。はい、ないですね。まあそれの第一要因としては、うん、まあこれはもうどこでも言われてますけど、はい、その侍ジャパンで代表で一緒になる、うん、もしくは自主トレでね、結構チームの枠を超えて練習する人たちが増えてるんで、はい、まあ、そのトップの選手たちが他球団の選手と仲良くなりすぎてるっていうところが、うん、その乱闘なんですよね。はい、だってそんな日頃一緒にご飯食べに行ったり、はい、一緒に練習してる選手と、うん、とか LINE でね、はい、連絡してる選手とデッドボール当てられて、オラーってなったりするあいつと思うかもしれないですけど、ここまではいかないですね。キムチよって、あ、ごめんごめんみたいな感じじゃないですか。はい、だからまあ乱闘は減ってるのと、うん、あとはまあ外国人選手とかもそういうのをしないっていう契約上になってたりとか、契約で乱闘してはいけませんっていうとかなったりとかっていうところで、はい、まあ乱闘が圧倒的に少なくなってるっていう。まあベンチから行く人も、はい、もう多分乱闘をほぼ激しい乱闘したことある人いないと思うんですよ。へー、コーチ以外は。はい、だから乱闘の仕方知らないですよね。まあ、仕方ってなんやねんって話ですけど、そうですね、あんまりね仕方ねを知らない方がいいと思うんですけどね。いやでも佐藤さん結構あるんじゃないですか。私動画で見たことありますよ。あ、当事者なね、はい、まあ、一番有名なのタフィーローズですよね。はい、いやあの時も伏線があったわけですよ。はい、その前に、うん、まあタフィーとラロッカもいて、オリックス、はい、この2人はインコースやっぱ攻めないとそんな抑えれないんですよ。うん、そんなヘボいバッターにデッドボール当てないんですよ。はい、でなった時に、でラロッカもインコースガンガン行って、はい、でまあ結構当ててたんですよね、ロッテ的にも。はい、でなって、その前にちょうどファーストでラロッカと清水尚さんが、ファーストでラロッカがちょっとガーンって無理に尚さんにぶつかって、はい、いざこざがワンクしちゃったんですよ、はい、第1ラウンドが。はい、でその後にタフィーでインコースガンガン行ってて、でも別に全然危なくないんですけど、はい、英語で最初、うん、最初地面で砂パーンって砂ちょっと足のとこ飛んできて、うん、で英語で何とかかんとかかんとかって言ってたんですけど、はい、そのままわかんないじゃないですか。はい、で舐められたら終わりなんで、はい、あ、もうかるんかおらって立って言いに行った時に手がバーンってなって、で倒れて乗りかかってきたから足の裏のスパイクで腹蹴ってちょっと分かれてなって、でみんなが来ましたよね。これ来た時どう思うんですか。うわ来たってなるんですか。うん、来たってか、はい、あれおらーって感じですよね。もううわバッターどうするのかなんて、はい、まあ、大げさに言ったら、はい、僕の指加減なんですよね。はい、どういうことですか。サインの指加減でどこに球投げさすかは決めれるわけですよ。はい、サインの回でやりましたね。はい、うん、そこまで言ってないですけど、はい、デンジャラスサインもあるわけですよ。何ですかデンジャラスサインって。行っちゃいなよっていう言っちゃいなよサインが待って待って、そんなサインあるんですか。え、言っていいんですか。これはデンジャラサインあるって。昔の時効でしょ。まあまあまあそうですね。今はないかもしれないけど、あった今の人は知らないです、はい、うん、これ僕のだけの話なんで、はい、他のキャッチャーとか知らないですよ。はい、ロッテでも他のキャッチャーとか、はい、他のチームは知らないですけど、うん、まあ、デンジャラサインがあるわけですよ。はい、あとリンデンもありましたよ、楽天の。はい、はい、あ、楽天の、あれももうガンガンインコース攻めてて、はい、打たれるから、はい、でいきなりバンドの構えしてゴーンって言ってマスクにパシャー当たったんですよ。はい、のらーみたいな。え、それ佐藤さんが言ったんですか。ああそうなんだ。僕やられたんですよ。のらーみたいな。え、でもそれは故意的だったんですか。もう明らかに故意です。映像見てもらえば分かるんですけど、明らかに故意なんですよ。もうインコース攻めたのがイラついちゃって、そうそう、ガーンって。でもデンジャラスサインですよ。はい、全然投げ切ってけえへんと思ってなかなか。投手がうわーして、もうなんかすごい楽しい思い出みたいになってるじゃないですか。だからデンジャラスサインが
ね、はい、デンジャラスっていうから当てると思われてるかもわかんないですけど、当てるとかじゃないですからね。そう、なんか意味合いとしてデンジャラスも当てに行けみたいなイメージにじゃないですけど、デンジャラスサインでもいろいろまた上中下とかあるんで知りたいそれえでもデンジャラスサイン出したら唐川投手とかはもう、もう思いっきり投げ切らないですけど、でも指示通りニコラギャブ玉みたいな僕のテンションについてこれてないですよね。そうですよねでもテンションについてこれたやついるんですよ。どなたですか。これはね、はい、言えます、まあ、ナルセっていうね。おお、いやもうナルセ投手って言ったら佐藤さんとももう本当ペアというか、だからもうね、もうついてきたっていうより、はい、仕方なく言うこと聞くしかなかったっていう答えの方が正しいかもわかんないですけど、はい、その時も忘れもせない交流戦、はい、マリンで、はい、やっぱりデーゲームだったと思うんですけど、はい、あのジャンっていう外国人投手がいたんですよ、はい、先発してて、はい、でそれにあの背中通されて、僕が背中の後ろにストレート、はい、もうそんなの抜けたか意図したかなんて見たら分かるんで、はい、カッチーンみたいな来ちゃったカッチーン、はい、で、あの 0-0 だったんですよ、はい、ナルセがこっち投げてて、はい、でその時ナルセが多分16勝した時かな、かなんかだって、はい、来てて、うん、バシッバシッベンチってムカついて、はい、ナルセのとことこと言って、はい、おい矢野さん行くぞって言ってうわー行くぞって、その行くぞ怖いなしかも先輩そうですよね行くぞもう、はい、来てるから、はい、行くぞ。ナルセ投手はどんな表情なんですか。おーみたいな、もうそれついてくるしかないですよ。もう仕方なく分かりましたって行くぞって言って、はい、で、はい、あの次の回ちょうど回ってくるんだったんです、はい、あの鳥谷から始まって、はい、誰か挟んで矢野さんだったんで、うん、まあ、ツアー取ったらいけるなって、しかも抑えてたんで、はい、で行くぞって言って、はい、ちょうど待って、こんなん間髪全然やんないで意味ないんやって、はい、当てなくてもいいから、はい、俺と一緒のことされたことやるから背中の後ろバン投げとけって、はい、舐められたら終わりだぞって言って、はい、で自分の席座って、はい、あの終わったばっかりだとテンション上がってですけど、はい、若干冷めてきますよね、はい、であの打席回ってこなかったんで、はい、でベンチに座って、でどんどん冷静になっていくじゃないですか、はい、これ矢野さんランナー出てたら行きづらいしなと思ってきた、はい、でも俺間髪入れずに行かなきゃ意味ないしな、はい、でもランナー出てなって0対0やから、はい、負けてもあれやしなと思って。いやそうですよね、試合負けたら元も子もないですからね。でもその最初はもう冷静じゃないじゃないですか、はい、でどんどん座って冷静になってくるんですよ、はい、これ矢野さんちゃうな、鳥谷やな、うんうんうん、はい、先頭やし、はい、冷静になったのに人変えるんかいっていう、ちょっと待ってやめようっていう考えじゃないんだやめよう、はい、やめようがないです。だって試合もまあちょっともう危ないし、うん、まあまあ冷静になって、まあまあもう許すかってならないんですね。舐められて終わりですか、こっちやられてるんですか、はい、そのもう数分前にやられてるんですよ。そうですね、はい、で、でまた僕も阪神で打ってたんですよ、はい、結構、うん、はい、で、うん、よし、やっぱ矢野さんちゃうって言って、立って、はい、もう一回ナルセのとこ行って、はい、ナルセ、矢野さんやめるわ、あのもしランナー出てたら試合負けたとかだった話にならへんからって、はい、だからあの次のバッター先頭鳥谷やから鳥谷行くぞナルセ投手がかわいそう当てなくていい、当てるなって言って、はい、ノーアウトランナー一塁とか、はい、うん、当てなくていいって、うん、あの背中にの後ろストレート投げるだけでいいから、はい、それ別にワンボールやから、やれたことやれたこっちも当てられてるわけじゃないから、はい、もうそれやれたことやれたことだけだから、うん、それになっちゃって、はい、だから絶対背中の後ろ投げろ、分かったなっちゃって、はい、はい、みたいな。でこれは後々聞くと、はい、あの矢野さんって言われてきて、マジかーって思ったらしいんですよここで成瀬がついてきてるなと思ったのは、はい、右か投げづらいなーって思ったらしいちゃんとついてきてますねついてきてるでしょ。すごい。右の背中の後ろでだいぶ引っ掛けて投げなきゃいけないじゃないですか、はいはい、じゃん右で、僕右やから右の右はやりやすいですけど、はい、左の右の後ろって結構多分やりにくかったと思うんですよ、うん、はい、やりにくいな、どうやったら行くのかなって思ってたし、ちゃんと考えてるんですねそしたらまたトコトコトコってさっさ歩いてきて、はい、つって、はい、あの鳥谷行くぞって言われた時、はい、ほっとしましたほっとしたんだ左はいけるっつっていやでも今佐藤さんぐらいこうおんじゃこりゃーっていうキャッチャーっていなそうじゃないですか。いますか、知ってる限り。ちょっと僕張り切りすぎてたのかも分かんないで
いやでも張り切らないと何もできないから、ね、でもやっぱり舐められたら終わりやっていうの思いがついて、やっぱ勝負で戦ってる中では、はいうん、で、まあ、昔の人は特に言うんですけど、うん、やられたらやり返しがないと、はい、やられっぱなしになるとこっちの主軸が怪我させられるっていう怖さもあるんで、そういうこの予防戦みたいなのもしとかなきゃいけないですし、はい、で今年あった西武とのねオリックスの乱闘ありましたけど、はい、あれも結局それ恋か恋じゃないかとかじゃなくて、うん、やっぱ当てられすぎてるんですよね、うんうんうん、だからその監督としても自チームの選手を守るために抑止力でそういう怒りのパフォーマンスを出してるっていうこともあるんですよ。あ、なるほど。やられっぱなしじゃ、はい、やっぱ舐められてくるし、うん、でこっちが何もしていかなかったら、うん、その指揮力とかやっぱり何でもそうですけど守ってくれるっていう思いがあった方が、うんうん、選手も強いじゃないですか、はい、がチームメイトから守られてる、何、うん、かあったら守ってやるからな、うんね、監督コーチから何かあったら俺は守ってやるからなっていう、何、うん、でもそうですけど守ってくれてるっていうところでそのチームワークとか士気とかにも影響するわけですか、うん、でもそこが、ね、知らん顔されたりとか、はい、ほっとかれたりしたりとか、うん、なんなんみたいな感じで士気力が上がらない、だからそういう的なことも僕はいいとは言わないですけど、はい、やっていかないといけない側面も、うん、あることはあるんですね。はあ、なるほど。全てが悪いってわけではないわけですね。今思うとね、うん、やりすぎたなとは正直思ってますよ僕もね、はい、ファンとしても、はい、その乱闘って、まあ、乱闘は怪我とかしたら良くないと思うんですよ、うんうんうん、でもその選手たちがそのうりゃーって熱くなってる姿って、うん、それぐらい真剣に、まあ、プレーしてるんだなっていうのも感じるわけですよ、うんはい、だからたまに見たいなっていうのはありますね。ありますよね、はい、ということでまあ、私生活はですね乱闘しないように、はいまあったかい心でねあの過ごしてください。